聖杯を求めて殺し合う。それが聖杯戦争。教授に迷惑はかけません。し、楽しいだろうな。私たちは幸運だ。余計な真似をしてくれたものだ。とっても素敵なことだと思わない？世界は相変わらず美しいらしい。答えよ。これが聖杯戦争。これは我々なりの魔術師たちへの警告と宣伝ですので。